お疲れちゃんです。ラットです。今回もね、クララシュラヘルね、やっていきたいと思うんですけど、今日はですね、今日はですねこちらね、枯渇デッキなんですけども、またね、あのスペルなし、枯渇をね、今日も使っていきたいなと、思います。で、こちらなんですけど、あのもう新環境、もうザ新環境のあの枯渇デッキっていうことで、あの強化されたね、ネクロマンサー、やばい、めっちゃ噛む。ウォールブレイカーが入ってるデッキとなっております。で、まあ、ウォールブレイカーとネクロがもうね、激流行りです。激流行りなんで、まあ、それのメタのメガナイトで、しかも、さらにね、ウォールブレイカーを瞬時に止められるゴボリ。そして、あとスケアミとかね、コウモリで枯渇させまくるって言ったかね、あの、デッキになっております。で、これ、ぶっちゃけ言っちゃうと、強いです。はい。というわけでね、やっていきたいなと思います。なんかね、まあ言ったらバルキリーとかも増えてるし、ポイズンも増えてるんですけど、もうそんなの関係ねえって感じで、あの、ウォールブレイカーの使い方ですね。これさえ皆さん、あの、わかれば、もうね、何でも勝てちゃいます。てか、他のウォールブレイカーデッキも何でも使えちゃいますね。なんで、まあ、とりあえず、相手コウモリ出してきたんで、プリン出すんですけど、ウォールブレイカーは、まあ、序盤何もわかんなかったら、正直こう飛ばしていいです。まずはね、一回飛ばして、あ、待って、スケがなんかいる、一体、出た。ネクロのあれ。飛ばしつつ、ああ、まあ、雪玉だけでね、防衛できるよねって。で、皆さん、気づいてください。今、雪玉使いましたってことは、コウモリがいきます。はい、追加。で、今、相手、あの、まあ、撃っとるかは知らないんですけど、とりあえずね、メガネンとかタゲ取ってるんで、バレル飛ばして、あの、もうこれだけですね。はい。はい、終わります。よいしょ。カウンターが来るんですけども、それはゴボリでね、防衛でいきます。一旦ね、ウォールブレイカーは、とりあえず、ってか、基本単体ですね。基本単体か、まあ、これの、ね、ディガーとかはないので、基本単体で飛ばしつつ、あのメガナイトね、まあ、ネクロの形を作るのが理想ですね。メガナイトネクロの形を作って、逆サイにディ、あのウォールブレイカーで2コスだけなんですけど、これに対してあの基本的に2コスのスペルで防衛するんですよ、ウォールブレイカーって。なんでそこをね、あのメガナイトネクロを作った逆サイにウォールブレイカー単体するとメガナイトネクロを巻いては防衛しないといけないし、ウォールブレイカーに、ね、2コスか3コスを出さないといけないんですよ。そしたらメガナイトネクロの後ろにコウモリまたはバレルを追加すると、はい、GG って感じですね。というわけで、まあ、ここはね、一回踏むしかないですね。陸受けがいないので踏みます。でもしかしたらマジアチャで射抜かれるんですけど、この角度は、あ、相手がやってる。これは惜しいですね。あはー、でもコウモリがいいコウモリですね。これでもメガナイトが残るんで、プリンでコウモリ処理しつつ、で、この場合、後ろでもいいかな。あの、さっき雪玉、もし左側に打たれたら、OK。なんかすごいことになってる。今の雪玉だけだったんで、今左側にウォールブレイク飛ばしても雪玉だけで終わってて、あ、まあ今のはどうなんですかね。今のはね、正直どっちも良かったかもしれない。しっかりここですね、こういうところでメガナイトネクロを作りたいんですけど、相手がマジアチャ持ってるのがね、個人的に厄介ですね。あとは相手のネクロをこうなかなか踏めないので、ワンテンポ待って一回ね、待って、オッケーオッケー。このネクロはまあ、最悪バイバイですね。最悪バイバイして、ここをね、しっかり踏んでね、流れを作っていきたいなと思います。よいしょ。はい。で、ここで、まあ、ウォールブレイカーが飛ばして、多分、あ、行くわ。これやばい。あっちに行っちゃうわ。飛ばしてからの、あは、帰ってきた。来んな。オッケーオッケー。行ったヤンキーがいる。オッケーオッケー。まあ、言ったらこんな感じですね。あの、ゴボリがね、あの、ない時にやりたいですね、今の。いや、ここのネクロのスケがね、優秀なんですよ。で、プリン残ってて、相手とはプリンの処理がないんで、これね、飛ばしつつ、もう端前延命しつつ、ここでウォールブレイカーですね。で、こっちに、コウモリとか。それと、あれに対して雪玉とかを使うはずなんですけど、使ってくんない。まあ、許容ですかね。ダメージを受けてて、コストがないんで、逆再強してきた感じかなと思いますけど、相手が、待って、もうタワー折れると、早い。もうちょっと対戦したいですね。もうちょっとね、対戦したいかなっていうのありますね。よいしょ。俺もよく適当に言葉してたらいいですね。基本このね、あの、単体で投げるだけで、あ、終わった。ウルトゲーム。あの、ちょっと今みたいなね、その見てもらえば分かるんですけど、まあ、メガナイトプラスの形を作りつつ、逆サイウォールブレイカーですね。あ、もう同サイだった場合に、あの、基本、なんかダックプリとかを、まあ、メガナイトで受けるじゃないですか、みんな。ダックプリとかね、なんかで受けたところでよ、ついででね、雪玉とかでこう、メガナイトで一緒に防衛されちゃうんですよ。あの、もう、ついでで防衛がね、あの、もう一番嫌いマジで、あの、やっぱその、節約されちゃうんですよね。何事も。節約したもん勝ちみたいなとこあるじゃないですか、人生においても。なんで、そういうね、細かいところで、あの、
もうちょっとでも使わせるっていう意味ですね。もうお得な防衛をさせない。逆にこっちはいくら、もうどれだけね、お得な防衛ができるかっていう話になるんでね。よいしょ、とりあえず、バレルを飛ばすか、ウォールブレイカーを飛ばすか悩むんですけど、もし相手がトレネ持ってて、キング起動される可能性があるので、まずはね、ウォールブレイカー単体でいきます。よいしょ。はい、まあ、そういうことなかったんでね。はい、ウッドさきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。まあ、一回プリンセス後ろから裂きつつ、相手がポイズン裂きましたね。ポイズンが裂いたので、まあ、ネクロマンスター展開して、このままね、メガナイトを繋げていきたいんですけど、逆サイウォールブレイカーが来る可能性もあるんですけど、まあ、またバルキリーが、うわって感じですね。ファルチか、ワンチャントルネの可能性があるけど、一応トルネ警戒しつつ、お、あ、これは、座れるんかーい。まあまあまあ、これはね、まあ言うても、相手ウッドでしたね。ウッド、ここを後ろにもし逆サイウォールブレイカーしても、結局ウッドだけで防されて、こっち右側に何も追加できるユニットがないので、まあバレルだったりコウモリが。なんで一回追加せずにね、お見送りですね、これは。いやー、ちょっと辛いで、まあ2039まで削って、今ケツからプリン出しても、ポイズン打たれるかウッド打たれるかで、まあポイズンだったらいいんですけど、あんま活躍してないので、はしめプリンで削って、OK。ウォールブレイカー使いましたねと。あなた使いましたねと。まあ、ファレッチかバルキニーかな。ああ、これいい位置ですね。これ完封されますね。ね、ネクロ出して、多分これにポイズンかな。普通にポイズンかな。か、ファレッチがあるから何も出さないか。なるほどね。ああ、それはね、ちょっとうまいですね。で、相手バルーンだと思うんですよね、個人的に。トルネフルチェ、バルーン説がありますね。あ、これあれだ、見て、ネクロ、見て、ね、うちのネクロ、マジで、天才か、お前。そんなことある？勝っちゃった、今。ファルチに、普通にね。まあ、一応バルーンの可能性。おほう。ネクロファルチバルギーってちょっと、オシャですね。全然わかんないですね、ちょっと。プリン出して、もうウッドかポイズン使うよねって話、ちょっとすることないんで、ウォールブレイカー飛ばして、ネックルを合わせつつ、相手の敵はね、ちょっともう残んないですね。なんか踏みたいですね。あ、スキラか。あ、これ踏んで、普通にネクロでカウンター来た。ハードカウント。うえ！おっしゃ。来ましたね。はい、流れ。はい、あ、お前なんで自分から後ろ行った？マジで。お化け屋敷とかで、ちょっと俺一番前無理だわーっていう、まあ僕みたいな人ですね、この人は。いや、マジで。やめて。やめて！まあ、これネックルでバルキリー突破したら、こいつジャンプする説がある。一回ウォールブレイカー逆サイ飛ばして、あ、飛べ。まあまあまあ。強いな。ネックルで、てかまあスキラーは結構防衛できるんでね。こう問題はどう突破するか。しかもタイブレイカーなんですよ、このゲーム。まあ新ルールね。新ルールタイブレイカーが適用されてきているので、そこをね、勝ち切りたいですね、これ。オッケー。いやー、突破できるかなこれ。あ、端プリ？いや、これバルキリーでやれるか。ちょっと待って。出さないで。ゴブリンバレル。オッケー。いい。このプリン削り。これ大事、これ大事。これでしか削れないから。もうスペルないんだよ、このデッキ。マジで。だから、オッケー。で、これスキャンに弱いから、この子。オッケー。あはー、で、コウモリがこれいきますね。オッケー。いい。いい、もうちょっと生きて。1体しかない。OK、相手、端プリ警戒ですね、これ。OK、で、今、ウッドでやられちゃうんで、プリン逆サイ流したいですね。プリン流しつつ、これメガナイトで受けても、結局何でも防衛されちゃうんで、1回5ボールで受けて、もう後ろからネクロかなー。こいつはね、ポイズンでバイバイしちゃうんですけど、OK、これ端前別に踏めるんで、よいしょ。OK、いい、もう全然いい。逆にいい流れみたいなのがある。あえてこの逆サイプリンもね、防止しないといけないんで、オッケー、いいよ、いい流れ。これ絶対ウッド使うよ。ウッド使った、ウォールブレイカーからの、オッケー来た！これだってバルキリー出しても回転しないよ。はい、来ました。どんどん。シュールですね、ちょっと。いやー、いいですね。一回ね、ゴボウリとか後ろからプリンセス出して、相手のユニットはね、確実に踏んで、まあ流れを作るって言った感じで、今のはもうちょっとめっちゃ良かったんじゃないかなって。今日何戦した今ね、まあ2戦ですね。2戦1試合が長い。ちょっと長くなっちゃってますけど、まあね。まあ関係なしでやっていきたいなと思います。
よろしく。いや、マジで、エリゴレを結構使いたいんですけど、本当に CRL で、今日も皆さんね、台風あっていろいろ大変だったかもしれないんですけど、昨日か。CRL に、エリックサーフルも使えないんですよ。もう使ったらダメ。まあ、使えない。まあ、ルール上ね、まだリリースはされてないんで、ね、リリースされてないっていうのが、なんか、言葉の使い方むずいですけど、まあ、CRL ではエリゴレ使えないんでね。もう練習でエリゴレ使えないっていうことで、エリゴレの動画はね、そんな出さないかもしれない。まあ、今2本ぐらい出したんですけど、ただもうこれ以上はね、あんまエリゴレの動画出さないんでね。まあ、エリゴレでこのデッキ強えやっていうのがあったら出すぐらいですね。よいしょ。なんで、エリゴレメタとかこういう系をね、ちょっとね、多くなるんですけど、これコウモリ出しても、結局、爆破、てか間に合わずに爆破で処理されて2ヤード取られるだけなんで、今のコウモリ出しません。はい。ウォールブレイカーは焦ってメガゴとか出しても、結局、ウォールブレイカーの爆破入って、いてててててってなる現象がすごいあるので、やべえ、出すの遅れだと思ったら、コウモリとかメガゴとかは基本出さないことをお勧めしますね。両サイ振りますね。こう行くと、攻めれつつ逆サイにウォールブレイカーですね。そしたら相手は対応が遅れて、ここでね、ドゥンドゥン。よし。おいしい、おいしい。おいしい。やべえ、めっちゃなんか内側なんだけど、相手。トリトンいたっすね。てか、ミラーやん。え、結構ミラーじゃないこれ。あ、これ美味しい。これ大丈夫？あ、これ結構ミラーじゃないマジで。そんなことある？不明。あ、ゴボリとトリトンが違うだけ。これゴボリとトリトンが違うだけ。マジマジマジ。ミラーだよ、ミラー。そう、流行ってるんですよ。ゴボリ型とトリトン型があるんですけど、圧倒的ウォールブレイカーいるからゴボリ型だと思いますね。あと、バルーンとかも誘導できるんで。あ、で、スキャミがギャングですね、相手は。ワンチャン飛んでくるかな。まあ、それだけ強えってことですよ、皆さん。本当に。ラットのデッキ本当に強えのってよくあるんですけど。いや、さすがにそのデッキゴミじゃねえみたいなのたまにあるんですけど。ちゃんと強いんでね、皆さん。本当にこれ。これね、結構ガチですよ。僕、ちゃんとしたデッキで出してるんで。いや、真面目なね、話。ちゃんとしたね、おすすめデッキ出してるんで、僕。で、これ、メガネ書いて出したよね。あれ、出してないっけ？これなんか、ウォールブレイカー追加したら相手さ、ツムツムじゃないこれ。はい、ディンディン。一発しか行ってない。あ、でも、オッケー。落とせ、オッケー。スペルないけど、ここで倒したらできない。しかもこれ、聞いて、これっすよ。トリトンだったら、これ防衛できないよ。だってこれ。うえ、しかもプリンの竹取るでしょ。はい、来たー。ミラー対決圧倒的分からせー。しかもたまたまギャング来る。オッケー。まあ、最後にね、滑り込み。いけ奇跡の。あは、まあね。お疲れ様、ウォールブレイカー。といった感じでね、こちらね、もう、流行ってます。グラチャレでミラー対決があっても、このゴボリ型の方が有利なので勝てます。そして、マルチもね、増えてます。なんで、結構、ユニレベルも揃いやすいんじゃないかな。どうだかな。スーパーレア多いな。なんで、スーパーレアレベルねえやってキャッターは、スケブね、ギャングだったり、まあ、ゴボリトリトンでもいいですし、まあ、この辺はちょっと使いたいですね。今、ネクロが結構使う。ネクロ、ウォールブレイカーね。外せないんでね、ぜひね、こちら皆さんぜひ使ってみてください。というわけで、今日はね、こんな感じで終わりたいと思います。で、今日はね、もう一個の動画でも同じこと言ってるんですけど、今日は2本は動画上げてるんでね、この動画が1本目か2本目か分かんないんですけど、そっちはもうね、見てもらえるといいかなと思います。よければね、高評価と、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、